こんにちは、セイラです。世の中には多くのギネス記録があります。例えば世界の最高気温はアメリカデスバレーの 56.7 度、最も長いまつげは 12.4 センチ、最も長い実験はピッチドロップ実験の86年間など興味深いものが数多くあります。では人類の手で生み出された世界最高の温度は何度だと思いますか？ギネス記録によるとなんと4兆度。しかし実際には 5.5 兆度が最高だという記述もあります。どちらにしてもすごすぎますよね。そこで今回は世界最高温度がどのように生み出されたのかについて迫ってみましょう。大型ハドロン衝突型加速器って？世界最高温度が生み出されたのは欧州原子核研究機構セルンにある世界最大の衝突型円形加速器、大型ハドロン衝突型加速器 LHC による実験の最中でした。この LHC は人類が未だ解明できていない宇宙の始まりやダークマターなど数多くの謎を解明するために欠かせない実験装置です。また LHC は2013年にあのヒッグス粒子の観測にも大きな貢献をしています。この LHC はスイスのジュネーブにあります。なんと地下100メートルに設置されており、その大きさは直径約 8.6 キロメートルとかなり巨大な装置です。 LHC はイオンや陽子の速度を高速近くまで上げて衝突させることで相互作用の仕方や粒子の正体などを探ることができます。この衝突の際爆発が起こるのです。どんな実験をしていたの？世界最高温度はこの爆発の瞬間生まれたのです。では 5.5 兆度が生み出された瞬間、どのような実験が行われていたのでしょうか？これは宇宙の始まりに密接に関わるクォークグルーオンプラズマという物質を作り出す実験です。この物質は初期の宇宙にあふれていたと言われていますが、今は存在していません。しかし LHC を使うとこの物質を人工的に作り出すことができるのです。初期の宇宙にしかなかったものを作れるなんて科学の力ってすごいですよね。この実験には大きな爆発が必要となり、これには重いイオン同士を衝突させるのが効果的です。そしてかなり大きな爆発を起こすことに成功し、その瞬間の温度が 5.5 兆度に達したのです。 5.5 兆度の世界って？でも 5.5 兆度って言われてもなんだかピンとこないという方も多いのではないでしょうか。そこで 5.5 兆度がどれだけすごいか、様々な高温のものを例に挙げて比較してみましょう。まずは地球の中心部の温度は6000度ほど。6000度でも十分に高温のはずですが、 5.5 兆度に比べると全然大したことなく感じてしまいますね。では太陽のコロナの温度はどうでしょう？さすがにかなりの温度になりそうですよね。しかし 5.5 兆度には遠く及ばない100万度ほど。ではかなりのエネルギーが放出されると言われている超新星爆発はどうでしょうか？これも 5.5 兆度には及ばず5500万度ほどと言われています。 5.5 兆度がいかにすごいかわかりますね。宇宙の最高温度、絶対熱。しかし宇宙にはこれよりもさらに高温が存在すると言われており、これを絶対熱と呼ぶことがあります。この温度は宇宙が誕生した直後の温度で、なんと14光2000兆度だと言われています。すごすぎて全く想像がつきませんね。ちなみにこれ以上高温になると粒子の状態がビッグバン以前に戻ってしまうと考えられています。もしも LHC がこの温度を生み出すことができたらすごいですが、その瞬間とんでもないことが起こりそうでちょっと怖い気もしますね。宇宙の謎を解きたいという人類の願いは科学を進歩させる原動力の一つなのかもしれませんね。このまま技術が進歩し続ければ宇宙の謎が解明できる日もやってくるかもしれません。しかしスティーブン・ホーキング氏は亡くなる前に LHC によるヒッグス粒子の研究が進むことで時空の崩壊を起こす可能性があると警鐘を鳴らしているそう。現在の技術力のままではその心配はなさそうですが、もしも今後技術がさらに発達したら、
宇宙の謎が解けた瞬間に宇宙が崩壊してしまうなんてことになるかもしれません。皆さんは人類の宇宙開発についてどのように考えますか？ぜひコメントお願いします。また古代宇宙に関する動画を3本概要欄で紹介しています。気になる方はチェックお願いします。それでは今日はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。皆さんの応援が励みになります。